はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もファイナルファンタジー15 DLC エピソードプロンプト、プロンプト君腹を決めたので、ここからはもういつものようにガンガン進んでいくよ。でもやっぱり休憩は自販機。今チャプター4まで進んでて、開けて、なんかさ、またサイドクエスト別のとこに発生してるな。情報によると最深部に新型がある。新型って今までの魔導アーマーとどう違うの？バーサタイルは魔導アーマーと融合して自分を改良し続けるつもりらしい。でもバーサタイル倒したよな。奴の作った死骸はインソムニアを解決させた。破壊するなら今しかないね。出ないと大変なことになる。なんか若干正気が戻ってるというか、笑顔になってるというか、プロンプト。あ、魔導研究所長官バーサタイルベスティア。グロブス渓谷において標人の襲撃から国を防衛し撃破した魔導研究所の役割は多大である。ああ、標人から襲撃受けたけど、それバーサタイルによって止められてるんだ。これイドラからの手紙。これさ、どう考えても兵士何も知らずに魔導兵にされてね。そんな気がする。なんだ今の。急いだ方がいいね。ハイポ、トゥバ補充。インソムニア襲撃指示書。こんなとこに指示書置いてあっていいのか。あ、レイブスノックスフルーレ。この時帝国を敬ってはいるけど、実際は違うんだよね。レイブス返り討ちされてしまったけど、ギドラに。ターゲット発見、排除せよ。ターゲット発見、排除開始。チャンスだ。トゥーバー補充。上を目指そう。ルーメン、ルーメン使うか。困ってる。アラネアが暴れてる。オリア、防衛システム。あ、防衛システムの爆発はダメージ受けるのか。アラネアが荒々しい。別の窓兵来たよ。次から次へと。あ、待って、なんかアイテムあったね今。アイテムじゃない、武器だ。狙撃銃か、拾っとこう。今だよプロンプト。はい、アラネア。了解。強力なジャンプ攻撃を行います。とっとと捕まりな。
距離保ってたら全然こっちに反応しないな。あ、アイテムあった。よし、おっと待って、これ離れないと。はい、なんだあれ、あーあれや、ブレイクブロー。システムにはランチャーだな。あれ、これ動くのもしかして。わ、ダメージ少な。ランチャー使いまくろう。危ない、まだ増える。あー、なんか双剣持ってるやついる。これ壊しちゃいたいな。危ない。ブレイクブロー、でもダメか。ランチャー、ランチャー、やばいのが来るよ、気をつけな。よし、衝撃兵上。どこ、あれ、これこっから当たるのかな。当たる。上行って、アラネア、いいよ、こっ、伝わりな。うわ、あ、ランチャー持ってんのか。よし、あ、もう一人。よし、全部倒した。やっと片付いたね。もう武器は段数気にせずに、そこら辺に、そこら中に落ちてるから何拾ってても大丈夫だな。ハイポーション、赤い色がさ目に悪いんだけど。ルーメン、マップ。そういや、何度か写真撮ったけどさ、あれってあ、なんか一つ取りこぼしてる。あ、カメラが、あ、あった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 けど、自撮りやん。これもこれさ、自殺したいのっていう。いや、これすごいな、これ。何、まだ最初のあの落ち込んでる状態でこんな自撮り撮ってんだもん。あ、シルベとログだ。724年10月24日記録。魔導兵の量産体制が確立したことにより帝国はルシスを圧倒し、インソムニアは包囲下にある。だが国
これで満足するのは怠惰である。地下死骸を生成する際にごく稀に失敗として生まれる死骸、その非順応性ゆえに死骸そのものの利用は考慮されていなかったが、魔導兵を凌駕するあの力を利用しない手はない。思い返せば私の研究は死骸と共にあった。死骸研究を進め、死骸そのものを利用できればさらなる躍進につながるは必然である。我が研究こそが帝国の基盤である。狂ってる、こいつ正気じゃない。もう三度の飯より死骸が好きだって言うような状態じゃん。バーサタイル、死骸ラブじゃん。さて、さっきより近い。新型か。で、これはコード SAS0822 バルバロス。まだ試作段階ではあるが、インモルターリズの完成まで研究所の警備くらいはできるだろう。インモルターリズってなんだ。これは映画にいたっけな、こんなの。ME756 年7月9日記録。ついに私の研究も完遂する。自我を確立したままの死骸か、さらにはその地下死骸を意識を残したまま魔導兵器化することに成功した。試作機は魔導兵器としての能力はダイヤウェポンには及ばぬが、問題はない。地下死骸の形で幾度となく乗り換えることができるからだ。全ての問題は解決された。あとはこの体で体現するのみ。人としての最後の記録に謝辞を述べよう。我が研究をここまで後押ししてくれたアーデン・イズニアに対する感謝だ。他の者との出会いによって私は神を凌駕する究極の存在に至るからだ。アーデン、なんであいつの名前ばっかり出てくるんだよ。全部あいつのせいで。ついには自身の体で実現しようとするバーサタイル。 FF7 にいたあの北条を超えるレベルの鬼畜さ。これだな、ほらバルバロス。たくさん魔導兵死んでるけど、あ、壁登るの。ほら、あ、伝ってる間に撃っちゃえば落ちてくる。武器武器武器。これ全部トバか。しまぐれ。八重間を見て自撮りしてあー今ちょっとフレームからずれたかも。弾ない、ランチャーないか。ランチャー、これこれ狙撃銃。よし、ほい。よしよしよし、いよいよ。他に武器。ランチャーないのか。あ、ランチャーあれじゃね。ランチャー。おりゃ。すげえ、アラネアどんどん上登ってる。よし、落ちた。アラネア。
半分切ったね。一度拾ったら同じところから何度も武器を拾えないんだな。あ、燃えてる燃えてる。形態変化したよ。危ない。あー、ドラム缶に自分がヒットした。これはやべえ、自撮りですわ。ふざけてる場合じゃないわ。なんかこいつ相手に撮った自撮りなんか全然いい感じに撮れてなさそう。あれや、おい、あ、ランチャーのダメージがいまいち。おお、おお、トゥバトゥバ。アラネア、いいよ。よし、もうちょいだね。あ、ちょっと回復エリクサ使おう。わあ、全然変で、危ない。自撮りタイム、よし、今のいい感じでしょ。あ、あかん、回復。タックルがもろにヒットしたわ。よし、倒した。完了。意識混濁なし。全システム正常。インモルターリズ起動。外だ。特定の敵の部位を破壊することができ、これに成功するとクラッシュの文字が、ああ、読ませて、バーサタイル、これ比重ついてる。 OK、 これ周りの方から破壊するか。あれがバーサタイル。自分を平気にするなんてどうかしてるね。俺が、え、投げ、長すぎでしょ。まだ奥まである。あ、全然削れない。あ、真ん中が一番効くんだ。
ベル99。あ、見えない見えない。うわ、近い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 。あ、爆発した。あ、中央が壊れたのか。潜った。まだ来るよ。右だ。どこ？右。やばいのが来るよ、気をつけな。あ、光ってるところを撃っちゃう。効いてる、その調子だよ。よしよしよし、こっちこっち。やればできるじゃないか。撃ってくださいと言わんばかり光ってるもん。もう終わらせる。あ、もうちょいだ。あ、よし。え、まだ動く。うわ、気持ち悪い。怖怖。よし、チャージしててもコア撃っちゃえば発射できないね。というかこの機銃どんだけ弾あるんだ。お、下向いた。あ、なんだなんだなんだ。うわ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 。あ、溜めてる溜めてる、めっちゃ溜めてる。どうした？大丈夫かい？うん、これでよかったんだ。自信持ちな。自分で決めたんだろ。ですよねなんて。俺、急いでノクトたちの後を追うよ。クリスタルを取り戻す。それがノクトの使命なら俺もそれを手伝いたい。もしかしたら俺が先に取り返しちゃったりして。調子出てきたじゃない。本当のこと話してみんなが俺のことを受け入れてくれるか不安だけど、俺がどうしたいか自分の言葉で伝えなきゃ。だからちゃんと言うよ。いい顔になったじゃない。この先へ進めば帝都だ。アラネア。お、ありがとう。
パパパパン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 パパン。悪かったな、プロンプト。え？まんまと騙されて本当悪かった。あ、はあ、ああ本当にね、付き合い長いのにショックなんですけど。なんてね、俺も騙されちゃったしね。いろいろ蹴りついたら生まれとか関係ねえ国にしようぜ。え？めんどくせえし、そういうの。なんか今のノクトすげえ王様っぽい。まあな、変えようぜ。お前も一緒にさ。任せて。
お、終わった。これでもかってくらいアーデン出てくんな、マジで。エピソードイグニスが12月か。12月で。で、さっきアラネアと別れて、テートに向かったけど、そこでもアーデンが現れて、で、多分捕まえられて、幽閉されて、で、助け出されました。まあ、そこまでが、プロンプトが行方不明になっていた間のストーリー、というわけでした。シェア、間違った。はいはいはい。まあ、この辺もまた、アンロックされて、あ、衣装が追加された。よし、それじゃあこんなところで、エピソードプロンプトでした。じゃあ次回は12月か。あ、変わった。イラスト。すんげえ落ち込んだ顔してたけど、クリアしたら、ちょっと笑顔になった。エピソードグラディオと同様に、エキストラバトルとか、スコアアタックモードとかあるんだね。よし、それじゃあエピソードプロンプトは今回までにして、じゃあ次回は12月だね、12月。トレーラー今の映像を見る限り、あれは、リヴァイアさんとあの、なんて町だったっけ?オリティシエだ、オリティシエ。で、リヴァイアさんと戦闘になって、仲間とみんなで別れていた間に、あれは失明してしまったイグニス、まあ、どういう経緯で失明してしまったのかとか、そういう感じだろうね。アーデンいたけど。次回は12月頃になります。それじゃあエピソードプロンプトはここまでで、はい、ご視聴ありがとうございました。